お、早い、お、来た、 Windows じゃん。今日の領域。はい、こんにちは。こんにちは。はい、本日はスマホを新しく買いました。おー前回ね、スマホをぶっ壊したって話しましたが、はい、ぶっ壊しました。新しいの買いましたと。はい、はい、どうぞ。今回買ったのが、いつもの Android スマホではありません。 Android じゃない。ないです。今回は、Windows が搭載されたスマートフォンを買ってみました。 Windows フォンって言うんだっけ。Windows モバイルとか Windows フォンって言われるらしいんですけど、買ってみました。はい、はい、今回スマホね、ちょっとリュウチ君と2人で探しました。はい、そのコンセプトは、とにかく安いの。そう、一番安いのはどれかなって。シムフリーと。そうだよね、それ最初ね、3000円台だったんだよね、まさかの。まさかの、ね、これ行こうかと思ったんだけども、レビュー見てみたら、なんだっけ、容量が全然ないんだっけ。そう、アプリを入れたらね、1、2個入れたらオーバーっていうので、まあこれはやめとこうと、いうわけで、下から2番目のお値段、はい、いくらでしょう。5980円。安いよな。安いよね。新品だよね。新品なんだよね。新品で、まあ、中古みたいな値段なんだけども、まあ正直レビューはあんまよろしくないですが、まあ、とりあえず詳細お願いします。はい、どうぞ。はい、あのね、これ見ていただけると分かる通り、一応 Windows 10モバイル、 Windows 10からしいんですけど、 Windows モバイル、はい、なんとですね、一応 SIM スロット2つ入ってるんですけど。え、あ、そうなの。あ、本当だ。で、びっくりなのが、あの、ロムっていうか保存できるところが8GB、で、ラムが 1GB というびっくりなスペックでございます。とったらそれいいのか悪いのかよく分からん。まあまあそんな感じだと思います値段相応だと値段相応は。なるほどね、はい、これってあれ、外部 SD カードって入るんだっけ。外部 SD カードね、確か拡張できた、128GB。 よかったよかった、ちょっと安心した。それなかったらちょっとね何も入んない、ストレージ何も入らねえっていう。何しろ値段が安い。これびっくりだ。すごいのが、クワッドコアプロセッサー、ほう、1.0GHz が4つって、まあ、5000円にしてはすごいいいと思うんだ。これ少し前から考えるとね、クワッドコアでスマホでね、5000円台ってすげえなっていう。まあでも値段から考えると、まあネタ的な期待はしてません。ちょっとメモリーが少ない気がするけど、まあそうだよね、まあ、実際使ってどうかわからないんだけど、まあ、うだ、ね、もう、あ、そうだ、レビュー、レビュー、どんなレビューなんだっけ。レビューがね、スマートフォンとしては使えない。書いてあったね。書いてあった。鍵で使い物ならんと書いてありました、だけどもモバイルルーター代わりあのね、なんかテザリングがすごいやりやすいらしいんですけども、これどういうことなんだろうね。要はビジネスユースみたいな感じなのかね。こいつを要はモバイルルーターにさ、SIM カード入れて、そういうことだね。まあ、テザリングはなんか優秀ってどういう意味なんだろうね。多分接続が早いとか。早いとか、まあ、とりあえずこの Windows、まあ、俺持ってるやつとかってのは SIM カードが入らないから、一緒に持っとけばどこでもネットが使えるって。そうね、両親ね、スマホはないくせに、ね、ノートパソコンとかね、タブレットとかね、いろいろありますんでまあこれがまあスマホをついでに Wi-Fi ルーターになってくれたら、いろいろ使うこともあるんじゃないかなと、いうわけで買ってみました。よし、行ってみよう。それがいいな。はい、失礼してください。はい、どうぞ。それは開きますよ。メーカー名からしても全然意味が分かんない、知らないんだけど、コビア、コビアってところのブリーズ X5 って全然分かんない。一応裏にいろいろ書いてありますね。結構書いております。こういうやつ、あ、まあいろいろ書いてあるね。いろいろ書いてありますね。カメラとかどうなんだろうね。ちょっとよくわからないけどね。今まで中華タブレットとかはいろいろ試したし、でも中、まあ、いわゆる中華スマホって言われてる名前、りゅうちくんの前買ったやつ、あのやたらタフな、でもあれでもいくらで14,000円したんだよな。そんぐらいだね。安いよ、ね、ちょっと5,000円だよ。びっくり、5,000円台だよ。ちょっと開けてみましょう。開けてみますか。バッテン、あかんねえ。はい、入りました。入れました。というわけで中身見ていきます。そう、はい、まずスマートフォン本体、あ、結構軽い。ぶってみて、軽っ。え、バッテリー込みだよ。すっごい軽い。
あれ父ちゃんのあれより全然軽いです。じゃあギャラクシーより全然軽いです。5インチだっけ。かっこいい。意外とかっこいいよ。かっこいいけど、まあどっかで見たことあるような感じだけどまあ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 、そこはナスナイとして、まあなんかすごいシンプルな感じでいいですね。基本的にでかいね。うん、でかいけど軽い、まあ持ちやすいサイズです、はい、とりあえずまあはい、この品々で、その下に、ありましたね。まあシンプルだね。充電器、あ、充電器か。充電器と、充電器と USB ケーブル、一応マイクロ S、マイクロ USB、うん、あ、やっぱバッテリー別だった。バッテリー別でしたあ、でもこれ、あ、まあ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 、バッテリーでもあれか、入れ替えが可能ってことだね。あ、それ助かるかもしれない。うん、バッテリーがダメになったらそれ交換が可能かもしれない。いいですね。あ、あと保護フィルム。保護フィルム。入ってます。入ってます。はい。で、説明書。おっと、日本語説明書。これすごいね。はい。あー、結構書いてありますが。どこまで書いてあるの？起動のとこまでかな？起動とネットワークの接続と、うん、バッテリーの取り付け。ネットワークの接続まで。書いてありますよ。あ、これすごいね。うん、親切。ネットワークの接続まで書いたの。日本語がすごい悪いってわけじゃない。あ、日本語割とちゃんとしてます。読める読める、うんうん、ちゃんとすごいね。すごいよね。へぇ、あと故障書もちゃんとついてあります。全然これ見るとね、うん、日本語のね、なんかおかしい点が特に見当たらない感じなので、うん、すごいよね。いいね。うん、よし、じゃあどうする？これですよ、Windows 10。Windows 10ってどんな感じなんだろう、うん、バッテリー入れて起動してみる？そうだね、行ってみましょう。はい、さすがです。まず最初に開いてました。開いてるっていうか、はまってないっていうか。え、大丈夫か。一応ここから開けるらしいんですけど、うん、親切に開けてくれる方とは違いましたね。一応ですね、これ最初に切り欠きの部分、ここを、うん、まあこう爪でやるそうなんですけども、あります。本当にぶつけ本番です。怖いぞ怖いぞ硬いぞ。バキッてやっちゃったら本当にやっちまったってことで、皆さんスルーしてください。かっ、うわ、見てるか見てるか、怖い怖い。え、大丈夫？うん、爪折らないでね。うわ怖い。ペラペラです。あいだ。よし、じゃあ入れていきますよ。テレビとかのリモコンって感じだね。あ、その前にSIM カード入れていきます。SIM、うん、カード。本当はデュラルだ。これってどうやって入れるんだろう。ん？説明書。説明書。うん、あ、こっちがね、SIM カード1、こっちが2って書いてある。とりあえず1だろうな。これ、スライドで入れるのかな？あ、そうっぽいですね。これをこう、差し込むタイプで。うん。でいいのかな？気をつけてね。はい。で、チェキーンって。奥までしっかり。あ、で、はい、入りました。ありました。で、これバッテリーパック、ちょっと大きめですね。で、これをここに合わせてシャキーン、パワー、OK です。で、これを戻しますね、うん、よし、これで合わせてちゃんと入れていきますと、これでいいのかな。ちょっと待って、若干これ浮いてる。最後まで入る？押せば大丈夫そうです。さっき入ってなかったところはちゃんと入ったかな。入りましたね、うん、あ、入ってた、入ってた。押せば入るそうです。 OK、 OK です。入りました。はい、ちゃんと入りました。これでいいんだよね。 OK だと思う。じゃあ電源、ここ電源ボタンでいいんだよね。充電されてるかな。電源ボタン分かんないですけど、いきますよ。せーの、ポチッ。あ、振動しました。お、ついた。さあ、リアルに起動時間を見てみましょう。セットアップかな、いきなり。どうなんだろうね、どうなんだろうね。あれあれ、とりあえず電源だけ、あれ消えた。あ、ついたついた。ちょっとセットアップまでが長い。セットアップするかな。ちょっとこいつはね、そのまま行ってみましょう、うん、はい。なんか画面がね、なんだろう、紙みたいな真っ白なやつが、また消えた。消えた。おお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 、来ました。ウィンド、おお。あ、日本語。一応ですね、これイングリッシュと、え、中国と日本語と選択できます。じゃあこれお次進みます。ハングルありません。
はい。まあまあ。日本語、中国語、日本語の、あ、日本の地域で。次へ。スマートフォン再起動します。オッケーイ。レシピ待ちましょう。グッバイ。あれだね、タッチも良好だし、うん、なんだろう、画面があのこっから見た印象で、うん、綺麗、なんかもうちょっとあのぼやけた感じしない、あのこの間のタブレット、なんかね、あの、ね、すごいコントラストが高いっていうのかな、これ綺麗だな、あ、これ見えるかな、すごい紙みたいな質感、うん、すごい、これをカットなしていくっていうね、これ見えるかな、紙みたいな質感のペーパーです、少々お待ちください。カラスの声が聞こえるからね。はい、あ、もう一回。はい、もう一回来ましたね。これで、うん。お帰りなさい。はい、ただいまです。ただいま。これで、緊急通報。緊急通報？まあ、いや、大丈夫。で、ライセンス。はい。でねー。ライセンスがない。とりあえず同意しようか。同意。やっちゃいけないんだけど、ネットワーク、ネットワーク、あ、これドコモになるんじゃないかな、あの SIM カードがドコモ系だから、これであるかな、あ、あった、これでいいんだよね、ん、そう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 、はい、 IIJMIO でいきます、これでいいのかな、次、ダメ、あ、セットアップができるんだ、すごいね、いちいち入力しなくてもいいんだね、で、タイムゾーンは日本に合わせています、はい、はい、で、うん、すぐに作業開始って画面出たんですけど、これどうすればいいんだろうな、起動しちゃっていいのかな、これまあめんどくさいんで推奨設定でいきます、推奨設定、それでこれはサービス、あ、これも本当あれだ、これ後でサインします、マイクロソフトアカウントがあればってことだね、あ、少々待ちください、なんかインストールするそうです、はい、じゃあ、こちら完了しましたので、次へ押していきます、ポン、はい、完了しました、完了、お楽しみください、読み込み中これもあれか、もうセットアップ終了、お、早い、お、来た、 Windows じゃん、おお、すげえ、すごいね、え、こんな風になってんだ、え、 Windows じゃん、そもそもまだ使い慣れてないんだけど、もうほんと Windows だ、 Windows って感じだね、しかも画面綺麗だよ、これすっごい綺麗、もう手のひらサイズの Windows って感じです、うん、うん、じゃあもうこれからこれをバリバリ活用してというか、いろいろ試していこうと思います、そうですね、うん、で、それで一応使ってみて、うん、また後日まとめてちょっとねレポートしてみたいと思います、はい、どうだった、セットアップしてみて、あ、セットアップがね、うん、特にネットワークの接続がすごい楽でした、楽だったね、あれ、うん、選ぶだけでさ、だって何も入力してないってことだよね、うん、初めてだよね、初めてだよね、うん、こんな流れなんだ、すごかったです、すごいすごい、うん、すごいすごい、これが楽しみだ、はい、絶対どっかでね、この安い夢のネタが転がってると思うから、皆さんもご期待くださいませ、はい、というわけでどうも、ありがとうございました。